有馬翔は、宮崎県宮崎市出身の元プロ野球選手。中学生時代には、地元、宮崎のリトルシニアに所属。3年生で、シニア、日本代表に選ばれた。当時のチームメイトには、後に、プロ野球選手となった、土屋健二や宮本武文、後の同僚となる、近田玲王などがいる。中学時代には、同クラスの女子学生に対し必要ないじめを、 主犯として行うも咎められることはなかった。日南学園高校への進学後は、2年生の夏に、第89回全国高等学校野球選手権大会へ宮崎県代表で出場。3回戦で、常八菊川高校と対戦したが、延長10回の末に敗れた。3年生の夏には、同大会の宮崎県大会の決勝で、赤川勝則を擁する、 宮崎商業校に1から2で敗れた。同級生に中崎優太がいる。2008年10月30日、プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスからの4位指名を受けて入団。しかし、入団1年目の2009年5月26日に、利き腕である左肘のクリーニング手術を受けた。その影響で、一軍公式戦への登板機会がないまま、 2011年10月9日に球団から戦力外を通告。しかし、同年12月1日に育成選手として改めて契約を結んだ。2012年10月31日には育成選手の規約に沿って自由契約を講じ。同年11月10日に育成選手として再び契約するとフェニックスリーグや周期のキャンプで高騰した。 2013年には4月11日に2シーズンぶりの支配下登録を果たすと同月19日にルーキーの東浜巨に代わって一軍へ昇格一軍では公式戦で3試合に登板したものの10月26日に再び戦力外通告を受けたソフトバンクからの戦力外通告後に第一回12球団合同トライアウトや東北楽天ゴールデンイーグルスの 入団テストに参加。トライアウトでは4人の打者に対して3者連続奪三振を記録した。その後、2013年12月17日に楽天から育成選手としての入団が発表された。2014年10月3日に球団より戦力外通告を受けた。10月31日自由契約公示された。2015年より 埼玉県のクラブチーム、新並に所属する。その後、投資コーチも兼任最速時速145キロメートルのストレート、スライダーゆるいカーブフォークチェンジアップなど多彩な変化球を投げ分ける。現在では2012年シーズンに習得したスクリューを勝負球に使う。2008年のドラフト会議で指名された選手では、 自身と同じ宮崎県の高校出身の左腕投手で、ある中崎や赤川をライバルし、また対戦したい打者として出身高校の先輩、赤田翔吾を挙げていた。2013年4月24日には赤田が在籍する北海道日本ハムファイターズ戦で一軍2試合目の登板を果たしたが、赤田が出場しなかったため初対戦の機会を一した。ありがとうございます。